はい、こんにちは、6月9日の火曜日、小学5年生ですね。算数やっていきましょうね。前回のね、内容からやってます小数の割り算についての、続きの内容ですね、今日やっていきたいと思います。まずはですね、こちらの方なんですけれども、答えがですね、1より小さい数が出る割り算をやっていきます。割り算した答えのことを小という形でね、漢字で書きますとこうですけれどもね、と言いましたけれども、ここに来るのがその答えであります小でしたよね。これがですね、1よりも小さくなる、数をですね、ちょっとやっていきたいと思いますので、まずはこちらのですね、1.5÷2.5 からちょっとやっていきたいと思います。はい、まず最初ですね、小数の割り算の時なんですけれども、まず絶対守ってほしいことといえば、こちら小数点移動させていきますね、整数にしていきます。で、割る数をですね、1個移動してますんで、割られる数も必ず同じ数だけ移動してもらいますね。で、ここに小数点ですね、グリグリっとちょっと押してあげてください。はい、そうしますとこちらですね、15÷25 をやります。15÷25、ですが残念ながらできませんね、15÷25 はね。それなんで、そういう時はですね、ここにね、0をちょっと置いてあげてくださいね。1の位の上に0を置いてあげます。はい、そうするとですね、こちら隣にちょっと0をつけてもらいまして、150÷25 をやるつもりでやっていきましょう。はい、そうしますとですね、どうなるのかなってことなんですけれども、やはりこの1の位同士こういう風にね、消してもらってですね、15÷2で考えてやってもらいます。まあ、そうすると普通15÷2になったら7持ってくるんですが、実際にちょっと7をやってみますと、7535で、7214で3足すと17ですよね。そうするとちょっと見てわかるとおり超えちゃってます。それなんで残念ながらこういう時はですね、できませんので、この7ではなくて6をちょっと持ってきてもらう、1個ね減らしてください。そうすると6530、6に12で3足して5ということで、余りが0という形になってきます。はい、そして忘れないようにですね、これ移動した小数点ですね、必ず上にね、そのまま持ってきてくださいね。ということで答えは 0.6 という、こんな形でやってってもらいますよということですね。はい、そして次行きましょう。 1.4÷2.5 にチャレンジしていきます。やり方は同じですね、小数点必ずこういう風に移動してってくださいね、ぐるぐりって感じでね。はい、そうしますとですね、14÷25 やります。14÷25ですね。まあ、先ほど流れとしてわかってる通り、残念ながらできませんので0持ってきましょう。で、お隣に0をつけてあげてください。140÷25 やっていきますね。はい、そうするといくつかなってことで、また1の位同士ちょっと消してもらいます。14÷2ですね、14÷2考えてもらいます。そうすると2714という形なんですけれども、なんとなくちょっと分かってると思うんですけどね、7かけちゃうと大きくなっちゃいました。で、先ほどとたまたまなんですけど同じ数字が来てますんで、じゃあ6かなと思いきや6かけたら150になっちゃったんですよね。ってことは150だと超えちゃうんで、まあ5を持ってきてもらえばいいかなということですね。その5525、5に10で2足して125となりますので、引き算やりますね。はい、そうすると、こちら3にしてもらって、隣からもらってきましたということですね。うん、こんな形になります。はい、そしたらですね、もう一回やりますね。まあ、隣にこういう形で0を持ってきてもらいます。まあ、学校の先生にもよると思うんですけれども、まあ、ここにも0つけてくださいねっていう形で先生いるかもしれませんね。こういうふうにちょっと横線伸ばしてね。で、まあ、私小学生の頃の時はね、この0をつけなさいっていうふうに教わったんですけれども、まあ、最近だとですね、この0つけずに隣だけここだけ0を持ってくるという先生が多いと思います。そこら辺は先生のやり方しっかり確認してもらって、そのやり方で言ってもらえればと思います。まあ、不安でしたらこれ0つけて0を下ろしてくるみたいな形ですけどね、こちらの隣に0を1個つけてもらいます。
はい。ってことは150ってことは先ほどちょっと隣見てもらうとなんとなくね、いくつ来るかなってわかりますね。6持っていきましょう。ということで、ちょっとすいません、省略しちゃいますが、こういう形ですね。という形で、余りが0。で、忘れてほしくないのが、小数点を必ず打ってくださいね。移動した小数点をそのまま打ち上げ花火みたいな形で、バーンって上に持ってきますね。で、0.56 という形で入ります。はーい。で、次ですね。今度 2.32÷3.2 って、ちょっとね、数字の数大きく、多くなってます。ただ、やり方は同じです。はい。まずは小数点しっかり移動させていきましょう。はい。そうしましたらですね、まず 23÷32 ってことで、2桁同士見てもらいますが、まあ、できませんね。ということで、これ小数点ちょっと考えないで、232÷32という形でやっていきますが、まあ、0をね、つけるのは忘れないように。ね、小数点のところがここに打ちますので、その隣に必ず0はつけてください。ね。はい、ということで、23÷3でやっていきます。ね。まあ、そうすると、3721ですから、まあ、7でやっていきましょうかね。7214、1321で1クリア、上がってますね。はい、いきます。はい、そうするとこちら2ですね。で、10から4引いて6で2出して8ですね。で、こういう形になっております。はい、で、次。隣にちょっと0を持ってきてもらいましてですね、横線ちょっと伸ばしていきます。不安でしたらここにもこう0をね、つけてもらっていいんですよ。私ちょっと点線で書いてますけど、普通に0って書いちゃってもいいですからね。はい、80÷32という形になりますね。まさになので、8÷3。8÷3。ね。そうすると、サザンが9になっちゃいますんで、2の方がいいですね。2人が4、2、3が6ということですね。はい、引き算してくださーい。うん。で、また0つけていきます。はい、そうすると、この16÷3ですから、3515ですね。はい、ということで、5人10、5315で1繰り上がってるから、はい、割り切れたということですね。そして、うん、忘れちゃいけないのは、小数点ですね。必ず上に持ってきてください。ということで、0.725 というような形でやっていきます。ね。こんな形になります。はい。そしたらですね、答え、小がですね、1より小さい数っていうことで 0. いくつっていう形の計算をやらせてもらいましたが、まだ今日はですね、あとね、2つほど紹介したいものがありますので、ちょっとすみませんね。これ消しますね。よいしょ。はい、失礼しまーす。じゃあ次ちょっと行きたいと思いますね。今度はですね、整数割る小数にちょっとチャレンジしてみたいと思います。4÷2.5 と3÷7.5 とそれから42÷2.8 ですね。はい。そうしますと、こちらの方ですね。まず筆算ちょっと変えていきまーす。4÷2.5 ですね。はい。じゃあやっていきたいと思いますが、やり方は先ほどと変わりません。まずは割る数の小数点移していきましょうという形ですね。はい。整数の場合ですと小数点書かれてませんけれども、右側のですね、ここに小数点があります。ね。そうすると1個動かしますので、こちらですね、必ず隣に0つけてあげてください。ね。こんな形です。それなんで、40÷25をやるつもりでやっていきます。ちょっとこんな風に横線も伸ばしちゃっていいですね。はい。そうすると40÷25ですので、こちら252倍したと50になっちゃいますから、1持ってきた方がいいですね。で、ちょっと薄かった。ごめんなさい。25ですね。はい。で、引き算しましょう。ということで、こんな形ですね。はい。そしたらば、隣にまたね、0つけてあげてください。という形です。はい。そうしますと、150÷25なんで、こちらの方ですね。まあ、実は先ほどもやった問題とね、同じやつなんで、分かってる人も多いと思うんですが、6になりますね。6532で、これですね。なんか結構今回これ出てきますね、よくね。はい、ということで、こんな形になります。で、最後に小数点つけるの忘れないようにっていうことで、ちょっと大きかったこれね。1.6、1.6。ね、こんな形になります。
はい、じゃあ続けていきましょう。3÷7.5 ね。はい、そうしますと小数点やはり動かしていきましょうということで0をつけていきます。グリグリってね、ちょっとあれかな、太いかな、よいしょ、グリグリってね。はい、っていうことなんですけれども、こちらちょっと皆さん気づきました。 30÷75 ってできませんね。ね、先ほどのね、0点ってやつの仲間ですね、こういう感じでね。はい、で0つけてもらって 300÷75 ってことですね。はい、ということで 30÷7 やるつもりでいきましょう。 30÷7 ですね。そうですね、7535ですか、7428、4ですね。4でいくといいね。4520で、4728で、2足してもらって、お、すぐ終わりました。小数点を打って。ということで、レディオン。ね、こんな形で出てきます。はい、そして、今度42÷2.8 ですね。42÷2.8。ね。42÷2.8。はい、やり方同じ。小数点こんな形でまたね、ずらしていって、0を持ってきてください。はい、それなんですが、まずですね、ここね、42÷28、これやっちゃいましょうね。なんで4÷2ですから、まあ基本的には2かなと思うんだけど、相手28ですので2やっちゃうとちょっと超えちゃいますね。なんで1持ってきてもらって28で引きましょう。こういう形ですね。4で1ですね。で0を下ろしてください。140ね。はい、そうするとこちらの方ですね、14÷2だから7なんですけど、日誌14でね。なんだけどやっぱり7でやっちゃうとちょっと大きくなっちゃうんで、まあ6かなと思いますね。それなんで6でちょっとやってみます。6、8、18、6に12で4足すから、あ、ダメだね、ダメ。ね。ということで、6でもダメ。ってことは、じゃあもう1個減らしましょう。5。ね。5、8、10、5に10。お、いけたじゃん。ね。で、これですね、整数の部分でもう割り切れちゃったので、小数点を押さなくていいです。こういう時はね。答えが15。ね。こんな形になります。こんな風にですね、整数割る小数ですね、やってもらいました。はい。じゃあ最後に1個紹介したいものがありますので、またちょっとこちら失礼します。プラス1。ね。最後に1個ちょっと確認して算数は終わりにしたいと思います。はーい、最後に1個紹介したら何かというと、1より小さい数で割っていく場合の計算の仕方ですね。こんな感じ。4.4÷0.8 っていう、こんな感じで1より小さい数字で割ります。ね。他にも、0.92÷0.8。それから、15÷0.6。ね、ちょっと右側行き過ぎちゃったかな。こんな感じですね。はーい。じゃあ 4.4÷0.8 やっていきたいと思います。ね。こんな形にします。はい。そうすると小数点やはり動かすのは忘れないように、しっかりグリグリって形ですね。はい。そうすると 0.8 の0は考えなくていいです。44÷8やるつもりでやってください。まあそうすると結構いけますね。5、8、10ですから5ですね。40。はい。で、4がおりましての0をつけてもらって、まあ、ね、こんな形で持ってくるわけですよ。5、8、10でね。で、必ず小数点を押してください。はーい。ということで、結構あっさりいっちゃうのが、多いです。こんな感じでね。はい。じゃ続けていきましょう。今度は、0.92÷0.8 ですね。0.92÷0.8。ね。はい。なんで、小数点動かしていきまーす。ここですね。一個ずつ、ぐりぐりってね。はい。そうすると、まあ、9÷8やってるつもりでいきますので、まずは1持っていきましょう。8ですね。はい。そして、余りが1なんで2下ろしてもらいます。で、すると、8、1が8、8に16だから、まあ、やっぱり1だよね。もう一個ね。8持っていきます。はい。4ですね。で、こちら0つけてもらって、40÷8なんで、こちら、ちょっと伸ばしてもらって、5、8、10。ということですね。はい、小数点はここになります。なんで、1.15 という形で計算してみてください。はい、じゃあ最後行きましょう。15÷0.6。15÷0.6。
はい、ということで、小数点動かします。相手整数なんで5の右側に小数点ありますから1個動かして、0つけてあげてください。はい、そうするとまずですね、15ある6やりましょう。6に12ですから、これ持ってくるといいですね。で、5から2引いて3で0そのまま下ろします。はい、6、5、30ですね。おー、もうすぐ行っちゃったね。で、こちら小数点がですね、ここにつきますけれども、相手整数なんで書かなくていいですね。ということで、25という答えが出てきます。ね。こんな形でどうでしょうか。今回テキスト35ページ書いてありましたけど、35ページのね、内容やらせてもらいましたので、ぜひともですね、ちょっとやってないところがありましたらね、ノートとか、あるいは学校の自主面の宿題とかがあればね、そういうので使ってもらって構いませんので、この問題、よかったらぜひやってみてください。ね。割り算ね、こういう形の小数点移動するのをね、忘れないように気をつけていただければ、あとは基本的に普通の割り算と変わりませんのでね、ぜひチャレンジしてですね、どんどん、上達してもらいたいと思います。はい。では、今回の、算数はここまでになります。また後ほど国語の方も取りますんでね、よかったらぜひ見てみてください。では、一旦失礼します。じゃあねー。はーい、失礼。